吉川英治作、宮本武蔵、水の巻、奈良の宿、1、負けた。俺は敗れた。暗い杉林の中の小道を、武蔵はこう一人つぶやきながら帰っていく。時折、杉の木陰を、早い影が横に飛ぶ。彼の足音に驚いて、駆ける鹿の群れだった。強いことにおいて、俺は勝っている。しかし、負けたような気持ちを負って、宝蔵院の門を出てきた。形では勝ったが、負けている証拠ではないか。甘んじられない様子なのである。むしろ、無念らしく、未熟者、未熟者、と、自分を罵りながら、歩いているかのように、うつつに歩いていた。何か思い出したのであろう。立ち止まって振り向いた。宝蔵院の火はまだ後ろに見えていた。駆け戻って今出てきた玄関に立ち、ただいまの宮本でござるが。ほう。と玄関房が顔を出し、なんぞお忘れ物か。明日か明後日あたり私を訪ねて当院へ聞きに参るものがあるはずですが、もしそのものが見えたときは、宮本は当主の猿沢の池のあたりにわらじを解いているゆえ、あのあたりの旅籠の軒を見て歩け、とお伝えを願いたいのです。ああ、さようか。上の空の返事なので、武蔵は心もとなく思い、ここへ後から訪ねてくるものは、丈太郎と申して、まだ年端の床の少年ですから、どうぞ、しかとお伝え願いまする。言い置いて、元の道をまた、大股に引き返しながら、武蔵はつぶやいた。やはり、負けているのだ。丈太郎の小づてを言い忘れて出てきただけでも、俺はあの、老僧の日韓に負けを負わされて戻っている。どうしたら、天下無敵の剣になれるか、武蔵は、寝ても覚めても、病のように取り憑かれているのである。この剣、この一剣。勝って帰る宝蔵院から、どうしてこの苦い自分の未熟さがこびりついてくるのだろう。何としても楽しめない気持ちらしい。おうおうと惑いながら、彼の足はもう猿沢の池畔へ出ていた。この池を中心に犀川の下へかけて、天正頃から増えた新しい民家が乱雑に立て込んでいた。つい近年、徳川家の手代、大久保長安が、奈良奉行所を設けた一角も近くであるし、中華の貴家人で、林那生の光栄だという者が店を開いた、宗印饅頭もよく売れると見え、池へ向かって店を広げている。そこらのまばらな宵の明かりを見ると、武蔵は足を止めて、どこに泊まったものか、旅籠に迷った。旅籠はいくらもあるらしいが、路銀の都合もあるし、そうかといって、あまり、場末や路地の僻では、後から探してくる丈太郎に分かりにくかろう。今しがた、宝蔵院で接待に預かってきたばかりであるが、宗印饅頭の前を取ると、武蔵は食欲を覚えた。腰掛けへ近寄って、饅頭を一本取ってみる。饅頭の皮には、林の字が焼いてあった。ここで食べる饅頭の味は、宝蔵院で食べた瓜漬けの味のように、舌にわからないことはなかった。旦那様、今夜はどちらへお泊まりでございますか？そこの着身女に話しかけられたのを幸いに、訳を話して測ってみると、それなら店の身寄りの者が内職に宿屋をしているちょうど良い家があります。ぜひそこへ泊まっていただきたい。ただいま主人を呼んでまいりますから、と。まだ武蔵が止まるとも何とも言わないうちに、もう奥へ走って青眉の若女房を呼び出してきた。2、宗印饅頭の店からそう遠くもない、しかも静かな小道の下田屋。案内してきた青眉の女房が小門の戸をほとほと叩いて、中の入れ絵を聞いての後、
武蔵を振り向いて静かに言う。私の姉の家でございますから、お心づけなどもご心配なく。こう女が出てきて、女房と何が支えていたが、すべて心得ているらしく、武蔵を先へ2階へ通し、女房はすぐ、では、ごゆるりと遊ばせ、と帰ってしまった。旅籠にしては、部屋も調度も上等すぎる。武蔵は帰って落ち着かなかった。食事は済んでいるので、風呂に入ると寝るより他はない。そう生活に困るでもないらしい、この家構えをもって、なんで旅人などを止めるのか。武蔵は寝るにも気がかりであった。小女に訳を聞いても、笑っていて答えないのである。翌日になって、後から連れが訪ねてくるはずゆえ、もう一両日泊めてもらいたいが、と言うと、子女が下の主に告げたのであろう。やがて、その女主が挨拶に見えた。三十くらいな、きめのよい美人である。武蔵が早速、不審をさらすと、その美人が笑って話すには、こうであった。実は自分は、関税成菓子と呼ぶ能楽師の御家であるが、この奈良には今、素性の知れない浪人がたくさん住んでいて、風気の悪いことはお話にならない。そうした浪人たちのために、吉祥寺あたりにはいかがわしい飲食店やおしろいの女が急激に増えているが、不定な浪人たちはそんなところでは本当に楽しまない。土地の若い者などを語らって、毎晩のように御家見舞いと称して、男っ気のない家を襲って歩くことが流行っている。関ヶ原以後は少し戦が止んでいる形にあるが、年々の合戦で、どこの地方にも不浪人の数がおびただしく増している。そこで、諸国の城下に悪い夜遊びが流行ったり、窃盗沙汰のゆすり者が横行している。こんな悪風は、朝鮮疫後からの現象で、太后様が生んだものだと恨んでいる声もあるとか。とにかく、全国的に今は悪い風気がみなぎっている。それと、関ヶ原浪人の崩れが入り込んできたため、この奈良の町でも、新任の奉行などでは、取り締めようもないありさまだというのである。はあ、はあ、それで拙者のような旅人を、魔除けにお止めなさるわけだな。男気がないものですから。と、美人の御家が笑った。武蔵も苦笑がやまない。そんなわけですから、どうぞ幾日でも。心得た。拙者のいるうちは安心なさるがよい。しかし、連れの者が、おっつけここを探してくることになっている。門口へ何か目印を出してもらいたいが、よろしゅうございます。御家は魔除け札のように、宮本様お泊まり、と紙切れに書いて外へ貼った。その日も、丈太郎は来なかった。すると、次の日である。宮本先生に拝願したい、と、三人連れの武芸者が入ってきた。断っても、ただ帰りそうもない風体だというので、ともかく挙げて会ってみると、それは、宝蔵院で、武蔵が阿権を倒した折に、たまりの中にいて見物した者たちで、やあ、と、窮地のように、なりなりしく、彼を囲んで、座り込んだ。3. いやどうも、なんとも驚き言ったわけです。座るとすぐ、その3名は、誇張した者の言い方で、武蔵をおだて抜くのであった。おそらく、宝蔵院を訪れた者で、あそこの七谷と呼ぶ皇帝を一撃で倒したなどという記録は、今までにないことでござろう。ことに、あの傲岸な阿権が、うんとうなったっきり、千代だれを出して参ってしまうなどは、近頃愉快極まることだ。我々のうちでも偉い表に上っている。一体宮本武蔵とは何者であろうな、と。当地の浪人仲間では、夜と触ると気候の噂であるし、同時に宝蔵院もすっかり看板へ味噌をつけてしまったという通る。まず気候のごときは天下無双と言っても差し支えあるまい。年わいもまだお若いしな。伸びる将来性は多分に持っておられるし、失礼ながら、それほどな実力を持ちながら、浪人しておられるなどはもったいない。茶が来れば茶をガブ飲みにし、菓子が来れば菓子のくずを膝にこぼしてボリボリむさぼる。そして、褒められている当人の武蔵が顔のやり場に困るほど、口を極めて商用するのである。
おかしくもくすぐったくもないような顔をして、武蔵は相手が黙るまで喋らせておいたが、果てしがないので。して、おのおのは、生命を尋ねるの初めて、そうそう、これは失礼をしておった。それがしは、元蒲生殿の下人で、山添断八。こなたは、大友万流と申し、母御殿流を極め、いささか大志を抱いて、理性に臨まんとする野望もあるものでござる。また、手前は、安川安兵衛といい、お田殿以来、浪人の子で、浪人者で、はっはっはっは。これで一通り素性は分かったが、何のために自分の貴重な時間を潰して、他人の貴重な時間を邪魔しに来たのか。それも、武蔵の方から聞かないうちは、拉致が開かないので。時に、御用向きは何であるか？話の隙を見てそう言うと、そうそう、と、それも今更気がついたように、実は折り入っての相談でやってきたのだがと、にわかに膝を進めて言う。他でもないが、この奈良の春日の下で、自分たちで今、興行を目論んでいる。興行というと、能芝居や人寄せの見せ物とお考えになるだろうが、さにあらず、大いに民衆のうちへ武術を理解されるための掛け試合である。今や小屋を掛けさせつつあるところだが、前人気はなかなか良い。だが、三人では実は少し手が足りない気がするし、いかなる豪の者が出てきて、せっかくの利益を一勝負でさらわれてしまわないとも限らないので、実は底元に一枚入ってもらえまいかと談合にやってきたわけである。承知してくれれば利益はもちろん山分け。その間の食費、宿料も一切こっちで持とう。一儲けして次の旅へ向かわれる旅人をおこしらになってはいかが？しきりと進めるのを武蔵はニヤニヤ聞いていたが、もう飽き飽きしたという体で、いや、そういうご用なら、長いは無用。ごめんをこう思える。あっさり断ると、三名の方では、むしろ意外とするらしく、なぜで？と、畳みかけてくる。そこまで至ると、武蔵は少しムカついてきて、青年の一徹を示し、公然と言った。拙者は博打打ちではない。また、飯は箸で食う男で、牧犬では食わん男だ。何？なんだと？わからんか。宮本は痩せても枯れても賢人をもって忍じておるな。バカ、帰れ。四、ふんと一人は霊笑を唇のあたりに流し、一人は赤い土器を顔に吹き出して、忘れるな。それが捨て台詞だった。自分たちが束になっても勝ち目のないことをその三名はよく心得ている。かなり苦い顔つきと腹の中のものを抑えて、ただ足音と態度にだけ、これだけで帰るのではないぞ、の意思を示し、どやどや外へ出て行ったのである。この頃は毎晩が肌ぬるいおぼろよだった。下の若いご両人は、武蔵が泊まっているうちは安心だと言って、一言ならない思想をするのであった。昨日の今宵も武蔵は下でもてなされて、心よく酔った体を長々と明かりのない2階の一間に横たえて、思うさま若い手足を伸ばしていた。残念だ。またしても奥蔵医の日韓の言葉が頭に浮かぶ。自分の剣で打ち負かした者は皆、たとえそれが半地に刺した者でも、武蔵は次々に歌方のように頭からその人間を忘れてしまうのであったが、少しでも自分より優れたもの、自分が圧倒を感じたもの、そういう他人に対してはいつまでも執着を断つことができない。生き霊のようにその相手に勝つことを忘れることができないのである。残念だ。粘るびたまま髪の毛をギュッと掴む。どうしたら日韓の上に立つことができるか。あの不気味な瞳から何の圧迫も感じない人間になれるだろうか。昨日も今日も悶々と彼はそれから離れることができなかった。残念という響きは自分へ向かって言ううめきであって、人を呪うため息ではない。時々彼はまた、俺はダメかな、と事故の細分を疑わざるを得なかった。
日韓のような人間に出会うと、あれまでいけるかどうかが自分で疑われてくるのである。もともと自分の剣というものは死について法則的な修行を受けたものでないだけに、彼には自分の力がどの程度のものか自分ではよく分かっていなかった。それに日韓は強すぎる、もう少し弱くなるがよいと言った。あの言葉なども武蔵にはどうもまだよく飲み込めないのだ。兵法者である以上強いということは絶対の優越であるべきであるのに、なぜそれらが欠点になるのか。待てよ、あの猫背の老僧が何を言うか、それも疑問だ。こっちを若年者と見て真理でもないことをまことらしく説いて煙巻いて返してやったなどと後で笑っているという手もないとは限らない。本なども読むがいいか悪いか知れたものではない。武蔵は近頃になって時々それを考える。どうもあの姫路城の一室で3年間も書を読んだ後の自分というものは前と違って何かにつけ物事を断りで解こうとする癖がついているようだ。自己の理智を通してうなずけることでないと心から承認することができない人間になっている。剣のことばかりではなく、社会の見方、人間の見方、すべてが一変していることは確かである。そのために自分の猛勇というものは少年時代から見ればずっと弱まっていると考えられるのに、あの日韓はまだ強すぎるというのだ。それは腕の強さを言うのではなく、自分の天分にある野生と早期を指して言っていることだけは武蔵にも分かっている。兵法者に書物などはいらない知恵だ。生半可、人の心や気持ちの動きに敏感になったからかえってこっちの手が遅れるのだ。日韓なども目を閉じて一撃を振り落とせば、実は脆いデクみたいなのがものかもしれないのだ。誰かここへ上がってくるらしく、その時彼の手枕にはしご団の足音が伝わってきた。5。下の小女が顔を出し、その後からすぐ丈太郎が上がってきたのである。丈太郎の黒い顔は旅の赤で余計に黒くなり、カッパのような髪の毛は埃で白くなっていた。おお、来たか。よくわかったな。武蔵が胸を広げて迎えてやると、丈太郎はその前に汚れた足を投げ出して座った。はあ、くたびれた。探したか。探したとも、とっても探しまったい。宝蔵院で尋ねたであろうか。ところがあの坊さんに聞いても知らないと言うんだもの。おじさん、忘れていたのだろう。いや、くれぐれも頼んでおいたのだが、まあよいわ、ご苦労だった。これは吉岡道場の返事と、丈太郎は首にかけてきた竹筒から返書を出して武蔵に渡し、それからもう一つの方の使い、本井伝又八という人には会えなかったから、そこの家の者におじさんの言づてだけをよく頼んで帰ってきたよ。大義大義。さあ風呂へでも入れ、そして下でご飯を食べてこい。ここは宿屋？うん、宿屋のようなものだ。丈太郎が降りていった後で、武蔵は吉岡清十郎からの返書を開いてみた。再度の試合は東方の望むところである。もし約束の冬まで来訪がないときは、臆病風に吹かれて漱石をくらましたものとみなし、貴公の卑劣を天下に笑ってやることにするから、そのつもりでおられたい。大失見え、文字も拙く、ただこんなふうに気負った言葉が書き連ねてある。武蔵は手紙を裂くと、それを火にかざして焼いてしまった。蝶のくれ焼きみたいな灰がふわふわと畳にこぼれてうごめいている。試合とはいえ、この手紙のやりとりは果たし合いの約束に近い。この冬、この手紙から誰がこういう灰になるのか。武蔵は兵法者の命というものが朝に生まれて夕べにはわからないものであるという覚悟だけは常に持っていた。しかしそれは心構えだけで、本当に今年の冬までしかない命であるとしたら、
彼の精神は決して穏やかでいられなかった。したいことがたくさんある。兵法の修行もそうだが、人間としてやりたいことを、俺はまだ何もやっていない。牧伝や上泉伊勢守のように、一度は多くの十社に鷹を据えさせて、駒を引かせて、天下の往来も歩いてみたい。また、恥ずかしくない文句のうちに、良き妻を持ち、老頭や家の子を養って、自分には幼少から恵まれないところの家庭というものの温かさのうちに、良い主人ともなってみたい。そういう人間の型に入る前には、ひそと世の女性にも触れてみたいのだ。今日までは明けても暮れても、年々兵法のほかに頭が反れないので、不自然なく童貞を保ってきている。が、この頃時折、往来を歩いていても、京都や奈良の女性が、はっと美しく目に、というよりは、肉感に響いてくる時がある。そんな時、彼はいつも、おつうをふと思い出すのであった。遠い過去の人であるような気がしながら、実は常に近く結ばれているような気のするおつう。武蔵はただ漠然と彼女を考えることだけで、時には寂しい孤独と流浪をどれほど自分でも無意識の間に慰められているか知れないのであった。いつの間にかそこへ戻ってきていた丈太郎は風呂に入り腹を満たし、そして自分の使いも果たした安心とて、すっかりくたびれがれたのであろう。小さいあぐらを組んで両手を膝の間に突っ込んだままよだれを流して心地よげに居眠りしていた。6朝、丈太郎はもうスズメの声と一緒に羽に起きている。武蔵も今朝は早く奈良を立つつもりと下の女主人へも告げてあるので旅装いにかかっていると、まあお急ぎですこと。能楽師の若い御家は少し恨めしげに抱えてきた一重ねの小袖をそこへ出して、失礼でございますが、これは私がお選別のつもりでおとといから縫い上げた小袖と羽織、お気に言いますまいがお召しになってくださいませ。え？これを？武蔵は目を見張った。旅籠の選別にこんなものをもらうわけがない。断ると御家は、いいえ、そんな大した品ではございません。宅には古びた能衣装やら男物の古い小袖が役にも立たず押し込んであるので、せめてあなたのようなご所業中の若いお方に来ていただければと思って、丹精してみたのでございます。せっかくお体に合わせて縫ったのに、来ていただけないと無駄なものになってしまいますから、どうぞ。後ろへ回って、いやおうなく武蔵の体へ着せかけてくれる。迷惑なほど、それは贅沢な品だった。分けても、袖なし羽織は、白菜の織物らしく、豪華な模様に禁断の裾襟を縫い、裏には羽二重をつけ、紐にまで細かい気をつけて、ぶどう染めの革が使ってある。ようお似合いになります。御家とともに、丈太郎も見とれていたが、無遠慮に、おばさん、おらには何をくれるの？ほほ、だってあなたはお供でしょ？お供はそれでいいじゃありませんか。着物なんか欲しくねえさ。何か望みがあるんですか？これをくれないか？次の間の壁にかけてあった面をいきなり外してきて、もう夕べ一目見た時から欲しくてならなかったもののように、これを送れと自分の頬へ面の頬を吸い付けていった。武蔵は丈太郎の目の鋭さに驚いた。実は彼もここに寝た晩から心を惹かれていた面なのである。誰の作かはわからないが、時代は室町ではない。少なくとも、鎌倉期の作品であって、やはり能に使われたものらしく、鬼女の顔がすごいほど、のみの先で掘り出されている。それだけなら、まだそう心を奪われもすまいが、この仮面には、他のありふれた能面と違って、不思議な表現が打ち込めてある。普通の鬼女の仮面は、およそ青熊で塗られた奇怪なものだが、この仮面の鬼女は、甚だ端麗であり、色白で上品な顔をして、どう眺めても美人なことである。だが、その美人が
恐ろしい奇女に見える点は、笑っている口元だけにあった。三日月型に顔の左の方に向かって、キュッと鋭く彫り上げられている唇の線が、どんな名称の瞑想から生まれたものか、何とも言えない凄みを含んでいるのであった。明らかに、これは本当に生きていた、教授の笑いを写し取ったものに違いない。武蔵もそういう考えを下して見ていた品である。あ、それはいけない。この家の若い御家にとっても、それは大事なものと見え、慌てて彼の手から取り上げようとすると、丈太郎は頭の上に仮面をかざし、いいじゃないか、こんなもの。嫌だと言っても、おいらはもらったと。踊りながら逃げ回って、何と言っても返さない。7. 調子に乗ると子供はとどまりがない。武蔵が御家の迷惑をさして、これ!なぜそんなことを?と叱っても、丈太郎は浮かれ調子をやめないで、今度は面を懐に入れ、いいね、おばさん。おいらに送れね。いいだろ、おばさん。はしごを降りて下へ逃げてしまう。若い御家は、いけない、いけない、と言いつつ、子供のする振る舞いなので怒れもせず、笑いながら追いかけていったが、そのまましばらく下から上がってこないかと思っていると、やがて丈太郎だけがミシミシとはしご段をのろく上がってくる様子。来たら叱ってやろう。武蔵がそう考えて、上がり口の方に向かって厳しい膝を向けて座っていると、そこから不意に、バーン!鬼女の笑い面が伸びた体の先っぽに見えた。ビクッと、武蔵は筋肉を引き締め、膝が少し動いたくらいだった。なんでそんな衝撃を受けたか、彼にもわからない。しかしながら、薄暗いはしご段の口元に手をついている笑い面を眺めてすぐ解けた。それは、面にこもっている名称の気迫である。白い顎の上から左の耳にかけて、キュッと笑っている三日月型の口元に漂っている、曜日に隠れているものだった。さあ、おじさん、出かけましょう。と、丈太郎はそこで言う。武蔵は立たず。まだお返せるか、さようなもの。欲しがってはならん。だっていいと言ったんだよ。もうくれたんだよ。良いとは言わぬ。下のお方へお戻ししてこい。うん。下で返すと言ったら、今度はあのおばさんの方から、そんなに欲しければあげる。その代わりに、大事に持ってくれますかと言うから、きっと大事に持っていると約束して、本当にもらったんだ。困ったやつ。この家にとり、大事そうな仮面やら小袖まで、こうして理由なくもらって立つことが、武蔵はなんとなく気が済まない。何か気持ちだけでも礼を残していきたいと思う。しかし、金銭には困らない家らしいし、代わりに与える品とても持っていないので、下へ降りて、改めて丈太郎の物質的なせがみを浴びて、それを戻させようとすると、若い御家は、いえ、考え直してみますと、あの面はかえって私の家にない方が私の気が楽々するかもしれません。それにあのように欲しがるものゆえ、どうぞ叱らないでくださいませ。そういう言葉を聞けば余計にあの仮面には何か歴史のあるものらしく思われるので、武蔵はなお固辞したが、丈太郎はもう大得意の体でわらじを履いて先に門の外へ出て待ち構えている。仮面よりも若い御家は武蔵に対してほのかに名残を惜しみながら、この奈良へ来た時は、ぜひまた幾日でも泊まってもらいたい、と繰り返して言う。では。と、ついに何もかも先の行為に甘えて、武蔵がわらじの尾を結びかけていると、おう、お客様、まだいらっしゃいましたか?この家の身寄りという、総員まんじゅうの女房が、息を切って門へ入ってきた。そして、武蔵と自分の姉になる御家の主へ向かい、ダメですよ、お客様。お立ちどころではありません。大変です。とにかく、もう一度、2階へお戻りなさいませ。何か恐ろしいことに、背を脅かされているでも脅かされてでもいるように、歯の根の合わない、小姉で言うのであった。8. 武蔵は、わらじの尾を両足ともに結んでしまったから、静かに顔を上げた。何ですか?大変とは。あなたが今朝ここを立つのを知って、宝蔵院のお坊様たちが槍を持って、10人余りも生徒たち、
般若坂の方へ行きました。ほう。その中には、院主の宝蔵院の二代様も見え、町の衆の目をそばたたせました。何か、よほどなことが起こったのであろうと。宅の主が、その中の懇意なお坊様を捉えて聞いてみると、お前の身寄りの者の家に、四五日前から泊まっている宮本という男が、今日奈良を離れるらしいから、途中で待ち受けるんだと申すではございませんか。総院饅頭の女房は、青眉の後をわななかして、今朝奈良を立つことは、命を捨てに立つようなものであるから、二階隠れて、夜を待って抜け出した方がよいと、こうしている間も気の縮むように過ぎるのであった。はっはぁ。武蔵は、そこの上がりかまちに腰をかけたまま、門へ出ようともせず、二階へ戻ろうともしない。般若坂で拙者を待ち受けるのだろうと言っていましたか。場所はようわかりませぬが、その方角へ行きました。宅の主もびっくりして、町の衆が言う噂を問いただしてみると、宝蔵院のお坊様ばかりでなく、ところどころの辻口に、奈良の浪人衆が固まって、今日は宮本という男を捕まえて、宝蔵院へ渡すのと言ってるそうです。何かあなたは宝蔵院の悪口を言って歩きましたか？そんな覚えはない。でも宝蔵院の方ではあなたが人を使って奈良の辻々に落首を書いて晴らしたとひどく怒っているそうです。知らんな。人違いだろう。ですからそんなことでお命を落としてはつまらないではございませんか。答えるのを忘れて武蔵は軒越しに空を見ていた。思い当たるところがある。昨日だったか、おとといだったか、彼の頭には、もう遠いことみたいに忘れていたが、春日下で掛け試合の興行をやるから、仲間に入らないかと勧めに来た、浪人者の三人連れ。確か一人は山添断髪といい、あと二人は、安川安兵衛に、大友万流とか言った。察するところ、あの折、嫌に凄みを含んだ表情で帰っていったのは、後にこのことを思って思い知らしてやるという腹黒い考えであったかもしれない。自分には覚えのない宝蔵院の悪口を言いふらしたとか、落首を書いて辻々に貼ったとかいう所為も、彼らの仕業だと思えないことはない。行こう。武蔵は立って、旅綴りの橋を胸の前で結び、傘を持って、総院饅頭の女房と、関税の若い御家へ向かい、くれぐれも好意を射して門を踏み出した。どうしても？関税の御家は涙ぐんでるかのような目で外までついてきた。夜を待っていれば必ずお宅に災いがかかります。ご親切を受けたり迷惑をかけたりしては申し訳がない。構いません。私の方は。いや、立ちましょう。丈太郎、お礼を言わんか。おばさん、と呼んで丈太郎は頭を下げた。にわかに彼も元気がない。それは、別れを惜しむためとは見えないのである。思うに、丈太郎はまだ、武蔵の本当を知らないし、京都にいた頃から弱い武者修行と聞かされているので、自分の師匠の行く先に、音に聞こえた報道院衆が槍を連ねて待っていると聞き、子供心にも一抹の不安を覚えて、悲壮になっているのであろう。